前回この番組の中で力士の健在についていろいろご紹介をさせていただきました。今回はさらに冊子について紹介したいと思います。窓を開けることは日常生活でごく自然なことだと思います。だから窓には種類によっていろんな機能があることはあまり皆さんご存じないかもしれません。どんな空間にもそれにふさわしい窓があります。そこでこれから日本人が5つの生活空間の中で窓をどのように選ぶのかご紹介したいと思います。障子が左右に動く最も一般的な窓です。比較的大きな開口が取れ、障子の取り外しが簡単です。サイズ、バリエーションが豊富な窓です。そして高齢化社会を迎え、段差がないフラットした枠もよく使います。子供や車椅子がより安全、簡単に通ることができます。障子が外側へ開きます。窓の開閉方向の工夫で風が入りやすくなり、障子は自由な位置で止められるので通風量の調節が簡単です。さらに細めの窓にすることによって防犯性もアップします。すり元側の隙間からガラスを掃除できます。扉に上げ下げ窓を採用することによってドアを開けなくても自然通風、換気ができます。扉を開けると自動的に下枠回転板が下がるフラット構造で出入りしやすい空間になります。防水性能があるほか、カバーを外して掃除機でホコリ掃除が楽にできます。障子が外側へ開きます。開いていても雨が降り込みにくく、障子は自由な位置で止められるのである程度視線を遮りながら換気が可能です。水回りの換気窓としてよく使用されます。あえて寝室の高所あるいは低所につけ、適切な明音、柔らかな光を取り入れることができる以外、目隠し、自然換気、遮音もできます。家電製品や家具などは古くなったりデザインや機能に不満があれば買い替えることはできますが、家の中の間取りや窓の種類などは一旦決めたら変えることができません。暮らしやすい空間であれば何年経っても住む人に快適さと安心感を与えることができます。ですので日本の建築士は空間設計に重きを置いて設計を行います。先ほど日本人の5つの生活空間における窓の選び方をご紹介させていただきましたが、皆様の住まいづくりに役に立つことができ、さらにこれから台湾の皆様の住空間にとってより良い提案になればと思っています。